Spinner. 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 UK versus US. Fancy an English battle? Season 3. Miki san. はい。前回に引き続き、はい。ジェニーさんがどっか行っちゃってます。Oh no! Where'd you go? She's I think she's in she's in Hogwarts. Oh really? Oh wow! Hogwarts. これ聞きたいんですけど、うん、その4つの寮があるじゃないですか。はいはいはい、4つでしたよね。はい。ジェニーさんどこに所属すると思います？いやでもさ、ジェニー結構2枚目じゃん。はい。ね。なんだかんだ、はい、しかもいいキャラしてるし、ね、トップだし、やっぱグリフィンドール系じゃない？グリフィンドール系ですか？なんだかんだ、うん、ミッキーさんはハッフルパフだと思います。あ、本当ですか、はい、ハッフルパフ寄りですか？ハッフルパフ寄りだと思う。なるほどなるほど。なんかオタクっぽさがレイヴンクローなのかなとか考えたりとか。あ、なるほどね。はい、でもなんかさ、学者的要素あるし、はい、ほら「ファンタスティック・ビースト」シリーズニュート・スキャマンダーはさ、ハッフルパフ出身だから。なるほど。なんかミッキーさんね、はい、そしていずれかさ、年を重ねるたびに卒業した後は、はい、うん、先生になると思う。なるほど。あ、それも聞きたかったんです。 その前にハリーさんだったらどの寮なんですか？あ、僕ね、グリフィンドールな感じする。なんかグリフィンドールっぽいってよく言われるんですけども、はい、どうなんでしょうかね。グリフィンドール希望です。希望、希望、多分その希望グリフィンドール。あのハットにはグリフィンドール言い方がスリザリンじゃないですかあの言い方はね、はい、結構誰に対してもシリビビン、グリフィンダー、ね、結構言い方パンチあるのよ。いいですね。ミッキーさんにこれ伝わんないかな。なんすか？クリーチャーって俺ミッキーさんの前でやったことある。クリーチャー、クリーチャーっていうさ、屋敷しもべって、もちろんドビーがいる。ドビーはしょっちゅう私やってるんですけど、はいはい、クリーチャーっていう屋敷しもべがいるんですよ。はい、そう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 。はははあの、全部見てる？ハリーポッターって。一応全部見てるんですけど、あのシリウスグレイ、はい、ごめん、シリウスグレイじゃない、シリウスブラック、はい、シリウスブラックに、身を捧げていたクリーチャーっていう、はい、そう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 、はい、でなんかもう隠れてさ、ずっとスパイしてたところをそうです、ね、バレて、はい、そうそうそう、でお前何やってたんだよって聞かれた時にクリーチャーは「クリーチャー has been watching」これ結構自信あるのよめっちゃいいじゃないですか。クリーチャー must look it みたいな、そんな感じ。ああ、でも思い出してきました。今の聞いて、え、あのハリーさんのそのレパートリーってそっち系が多いですね。なんかなんか可愛らしい気持ち悪いキャラクターがすごい好きなんですよあ、そうですね、そうそうそう、ハリーさんも好きですもんね。だから死んでもさ、ハリーとかさ、はい、アーマイオニーとかロンとか、はい、ネビルとかできない。あ、でもこの間ね、ネビルと会ったのよ。おー、ハリーポッターのそのイベントで。ネビルさんにも会ったの？ネビルとマルフォイも来て、マルフォイ、はい、で、ルーナも来たんだけど、はい、マルフォイとは事前にばったりあの打ち合わせの前で会って、うん、でなんか後で写真撮っていいですかって俺聞いたのね。はい、その場で撮ればよかったよね。あ、もうバタバタになっちゃって。まあ、そうですよね。そう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 、イベントだと。そうなんだよね。うわ、撮りたかったな。Can you do a 丸書いてフォイ for me please って。ちょっと動画で丸書いてフォイ。やばいやばいやばい。やばい、怒られる怒られる。Anyway、今回取り上げるニュースはこちらです。はい、A fight of the ages is coming. Elon Musk and Mark Zuckerberg have agreed to do a cage match to see which social network owner is stronger in the ring. はい、このニュースを日本語で言いますと、今日普通でいきます。一世一代の決闘が始まる。イーロン・マスクとマーク・ザッカーバーグがケージマッチをして、どちらがより強い SNS オーナーかを決めることにしました。では、これすごい盛り上がっちゃってんのよ。ちょっと盛り上がりすぎましたね。そうだから、僕のツイッターのタイムラインっていうのは、はい、だいたいウクライナ情勢なのか、はい、もしくは今パリでさ、暴動がえらいこっちゃになってるじゃん。でもちろんアーセナルあって、うん、で、まあ、スポーツ関連、まあ、もろもろ J-WAVE 関連とかいろいろあったりとかするんですけれども、yes。なんかえらい盛り上がってさ、
大変です。マスクとザッカーバーグガチでやるぞみたいな、こっちは柔術やってるぞみたいなさ、そんな話になってますよね。大変なことになっていまして。ねえ、どういうことですか？これですね、そもそも話、もうこれ結構もうずっといろんな記事が出ちゃってるので探しづらいのでまとめました、まずマーク・ザッカーバーグのメタ社ですね、元 Facebook って名前のメタ社がスレッドっていうツイッターにすごい似てるサービスをインスタで確か始めると。でそれに対してイーロンがずっとこうちょっと挑発してたんです。その中で決定的なツイートで I'm sure Earth can't wait to be exclusively under Zuck's thumb with no other options。地球がザックの支配下になるのを楽しみにしてると思うよ。At least it will be sane. Was worried there for a moment. そうなったらまともになるんだろうね。一瞬心配しちゃったってちょっと皮肉な攻撃的なツイートしたんです。だからファンが、イーロンファンが喜んで、でもザッカーバーグ柔術学んでるから気をつけた方がいいよっていうふうに言ったら、ここですよ。イーロンが、I'm up for a cage match if he is lol って言ったんです。はぁ。I'm up for っていうのはこれ俺も受けて立つよとか、俺もそういう気分だよと、だからあいつがケージマッチやりたいなら俺もやるよわらわらみたいなふうにコメントしたら、今度これツイッターで言ってたら、なぜかザッカーバーグがツイッターのスクショを撮って、これあやっぱしっかりしてんだなって思ったのが、自身のインスタのストーリーでそのスクショを上げつつ Send me location 場所をくれって言って、もうドッカーンとメディアが火をそれにもう火をつけちゃって、であと引けなくなっちゃったと。どっち勝つと思います？僕ですね、身長差というか体重差が結構あって、マスクの方が圧倒的に大きいんです、はいはいはい、ただザッカーバーグって最近めちゃくちゃトレーニングしてるんです。ザッカーバーグね、あんまトレーニングしないのにね、5キロ20分切ってます、ランナーとして。あ、そもそも、そう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 、うわ、この間走ってなんか 5K10 minutes で、いや早いよ、うん。で、UFC のフェザーウェイトチャンピオンとスパーリングしてたりとか、あと柔術の大会とかでも勝ってたりとかしてるので、ちゃんとなんか運動を最近ハマってるみたいで、それに対してイーロンはですね、 I have this great move called, that I call the walrus、 トドっていう名前 の, 素晴らしい技を持っている where I just lie on top of my opponent and do nothing 珍しくイーロン面白いこと言う、失礼な言い方ですけど珍しく、はい、イーロン、ね、イーロンって何だろう、面白いの？ He's like, he's aA dad joke machine。 あ、そうなんだ。はい、親父ギャグマシーンです、ね、でさっき の, そのトドの技の内容がですね、 I just lie on top of my opponent and do nothing。 自分の相手の上にこう乗っかって何もしない、何もしないっていう、ね、めちゃくちゃ面白 い, 面白い。それだけで勝つこともできますから、うん、まあ、ただ運動はあんましてないけど、もともといろいろ戦いをしてたっていうので、結構ザッカーバーグ有利なのかなって僕は思ってるんですけど、ハリーさん どう思います？いや、ザッカーバーグなんか全十字決めそうじゃない？そうですね、ね、ちょっと全十字じゃない、十字固めか。あ、十字固め、そうです。全十字はもうサッカーの体内の膝の中のね、全十字靭帯の話でした、ね、あ、そっちでしたか。そう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 、十字固めね、とかさ、関節技とかさ、はい、なんかあれみたいになっちゃいそうじゃん。昔 K1 で、うん、それこそボブサップがあけぼのをやって ありましたね、ボッコボコになっちゃった時とかさ。そうですね、いやちょっと難しい。ザッカーバーグマーフチャレンジっていう有名なのにも参加していてですね、うん、これはルテネントマイケル・ P ・マーフィー、まあ、ネイビーシールズだった人、うん、のチャレンジがあるんですけど、それがですね、懸垂100回、腕立て200回、スクワット300回、1マイル走るっていうのを20ポンド10キロぐらいのベストを着ながら着用しながらやるっていうことを毎年やってるみたいですね、うん、すごいね、はい、で今年は、39分58秒でクリアしたと。強っ。ちょっとこれ俺イーロンだんだん勝ち目なくなってきた気がするんですよね。やばいね。はい、でこのちょっと続報がいろいろ続報がありまして、うん、まず1個、マスクのお母様がですね、何、場外から、マママスク場外から、そうなんです、もう、うん、丹下断平のように入ってきてですね、うん、戦ってはいかんと言い出したんです。フィジカルな喧嘩はダメで、口論のみ、質問は3つまで、一番面白い回答をした人が勝ちっていうのはどうっていう大喜利大会にしよう。なるほど、それマスク有利な感じ。マスクの方が圧倒的有利だと思います、ね、なるほどね、うん、ザッカーバーグすごく真面目な方なので、なるほど、はあ、あんまりこうユーモアとかっていうのはちょっと苦手というか、う
はい、ただ天然っていうのもあるのでここどう転ぶか分からない、分かんないよね、司会者次第だよね、うん、そうなんです。 で今最新速報です。この収録をしている現段階でですね、最新速報、イタリアからコロッセオでやらないかっていうオファー来てるらしいですグラディエーターのように、はい、グラディエーター、やばいやばいやばい、なかなか皮肉なことになりそうです。歴史的観点から言うとすごいね、はい、ビリオネアがコロッセオで戦うという、ね、やばいね。あのどうぞ見たいですか、これあんま興味ないかもしれないでも何なんでしょうね、はい、もう億万長者のお二方がさ、はい、お互いをボコボコにしようっていうのはなんかもしかしてちょっとした満足感はどっかしらあるかもしれない。なるほど、うん、うん、ね、どう。それよりコナー・マグレガーがボコボコにされるの方が見てみたい、ね、なんでですか、ね、コナー・マグレガーはもう本当もう対戦相手のさ、はい、家族とか、はい、もう背景を攻めるような、あ、トラッシュトーカーなんですね。トラッシュトーカーが英語でも言いますね。いや、トラッシュトーク、そうそうそう、渾身のトラッシュトーカーなんで、ああいう人がボコボコにされるのを見るのは非常にあの快感でございます、ね、あ、なるほど、うん、まあ、もちろんエンターテインメントとしてはいいかもしれないけども、はい、そうですね、たまにちょっと次元を超えてしまうようなさ、あ、ね、いじりをしちゃうんでね。そういうこともあるんですね、うん。さあ、トラッシュトークといえばなんですけど、今日僕ハリーさんと一緒にですね、トラッシュトークしますいや、トラッシュトーク、まあ、決闘フレーズって名付けたんですけど、はい、これ英語、例えば英語圏 UK とか US に行くにあたってやっぱり知っておいた方がいい、なるほど、悪口な言葉っていうのをちょっと扱おうかなと、うん、ちょっと挑発的なものだったりとかっていうのをしっかり学んでおいた方が、なんか言われてるなとか、あとこういうの言わないようにしておこうとか、うん、あのっていうのが分かるかなと思ったので、 UK vs US、まあ、悪口っていうのをやろうとしてますはい、というわけでちょっとこう順番に行きたいんですけど、まず UK1 個、はい、僕一応用意したんですが、他にあれば全然教えてください。なるほど、はい、Piss off。 お、来ました、これ、あ、いいですね、出だし、これ UKUS、うん、UKVSUS っぽい。 Piss off、 これどういう意味ですか。まあ、優しく言うとあっち行けっていうことなんですけども、いわゆる F オフね、あのファックオフっていうきつい言い方があるんですけど、うんうんうん、もうね、あの、なん、日本語の、日本語だと何なのかな、うせろ、出て行け、うせろみたいな、うせろとかですね、はい、ね、あんま日本語でうせろバカとか言ったことないから分かんないんだよね。なんか例えばそういうこう状況でうせろって言ったら笑いが起きそうですね。ね、本当そうだよね。うせろとか、お前出て行けとか、ちょっと笑っちゃいそうだよね。そうです ね。なのであんまり帰った方がいいんじゃないの？ああ、ね、はいはいはい。それとちょっと似てるトーンなんですけども、ペソー、まあ、あっち行けっていうのは、はい、もうなんかいい加減にしてくれっていうふうに捉えることもできると思うし、あ、うん、使い方としてはまずあっち行け、ペソーっていうんですか？いや、だからもう何なのかな。じゃあ収録中にミッキーさんがいきなり俺にちょこちょこの K をかまし始めたりとかさ、はいはい、ペースオフって、あ、なるほど、いい加減にしてくれみたいなさ、はいはいはい、ね、それはあんまり怒ってない感じですか？あ、それはもうじゃれ合ってるレベル。なるほど、じゃれ合いでも使えるんですね、うん、でも、まあ、ペースオフっていうのは、うん、もういい加減にしても出ていけっていうことも全然あるし、うん、なるほどなるほど。これ実は US だと、伝わらないことが多い、ね、ペースオフっていうのは、いや、マジで？Pissed off ってこう Pissed off って大体受け身で言うんですけど、はい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 、怒ってるって意味。多分以前 UK ユースやったことあると思うんですけど、はい、Pissed off って怒るって意味なんですよね。そう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 。そうなんです。これ Pissed off とあっち行けと同じイコールの言葉が英語で、あ、US であんまないんですよ。ないんだ。へえ。ないで、そういう風に使えるっていうものがなくて、まあ Stop、例えばこちょこちょの系だったら Stop とか。はいはいはい。としか言わないですし、あとはまあ Get out of here とか、まあ、それこそ Fuck off って言うと、はい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 、でもう一個言うとしたら The door's right there 優しいな、そこにドアがあるから、ね、出てってっていう、ちょっと挑発的なバカにしてる感じですね、はいはいはい、うん、そう、扉あるの分かんないのみたいな、空気読めないのっていうニュアンスで言ったりします。そうなんです、 Piss off 面白いです。 Hit the road とかいいんじゃないの。 May hit the road、 それ言うともうレイチャールズですね。なるほど、ジャックに対してしか言えない言えないんだHit the road Jack、 なんか Hit the road はちょっと古いかもしれないですね。あ、はい、他は何があるかな。 May piss off and get a breath of fresh air とか、あー、 get out、 まあ、なるほど、まあ、でも、まあ、ちょっと違うね、ニュアンスが、うん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 、Get a breath of fresh air、うん、まあ、日本語だと頭冷やせとか、うんうん、ってことですよね。
なるほど。ピスオフ、まずピスオフだけでいっぱいありますけど、ジェーク、US で嫌なやつとかバカとかって意味なんですけど、なるほど。これのイコールって UK だとどの辺になるんですか？いろいろあるね。だからもうすごい悪い言い方と、うん、電波に乗せていいやつ、乗せちゃいけないやつとかいろいろあるじゃないですか。あ、なるほど。ジェークっていうのは普通にGit っていう言葉もあるかな、うんうんうん、一般的によく使われるのが嫌なやつとか GIT、 そう GIT Git、 これ US ない言葉なんですよね。そっか。これじゃあ結構強めなんですか、その Git っていう言葉自体は。例えば Buzz off you smelly git とかお、Piss off が新しいの出ましたね。 Buzz off もうちょっとブーンと行けっていうか、どっかに行ってくれっていう。へえ。で、smelly っていうのはもう臭いって言うんだけど、はい、別に臭くなくても、はい、なんか相手のことを臭いって言うっていうこれ UK US 史上一番失礼な回かもしれないね。 Buzz off you smelly git とかね。なるほど。あの jerk とかってなんかちょっと愛嬌込めて言えるというか。ああ、git は愛情ないかもな。ああ、俺は結構強い言葉に感じたけど。あ、そうなんですね。jerk、うん、で。でも他にもいろいろあるよ。はい。gate とか、あのそれこそアメリカ人よく言う douchebag とか。UK で言うんですか。 UK で douchebag って言わないけど。あ、言わないんですか。うん、でも昔自分が好きな人に、うん、You're such a douchebag って言うけど。これそれこそ、うん、知らないとえってなりますよね。いや、だから douchebag ってそんな可愛いものなのかなってさ、はい、そもそも douchebag って何なんと思って。まあね、What is a douchebag って話ですよ。そこからですよね、うん、D-O-U-C-H-E-B-A-G。 そう、何なの。Oh, you don't know? No. Oh. これちょっとあれだったらカットしてほしいですけど、膣内洗浄機のことなんですよ。膣内洗浄機？はい。女性の中をきれいにするその薬品。がドゥーシュバッグなの？ Yes. この膣内洗浄機めって俺ずっと言われてたの？はい。好きな人に？はい。なんちゅう言葉のセレクションよ。いや、だからかなりひどい言葉なんですけど、うん、なんかその知られてないというか、そのYou're such a douche って言うじゃん。言います言います、同じです、ね、略してますちょっと本人にお伝えしてみたいですね。お伝えしておいてください、ね、あのかなりやばい言葉ですが、うん、知っておくといいし、あと軽く使います。アメリカみんな軽く言うじゃん。軽く言います、ねえねえ。あ、そこも文化的に知っておくといいのが、その特に悪口とか比喩表現とかもそうなんですけど、例えば日本の文化圏だと、そんな言葉使うのっていうのを平気で使ったり、あの逆もそうなんです。あの畜生とか、うん、クソとか、結構クソとかって子供が言ったりするじゃないですか。英語だと子供がシェッって言ったらやばいやばい、いやいやいやっていう、このやばいやばいやばい、文化的に見ると面白いです。かなりその国によってそれは言わないでしょっていう、国によって都市によってとかね。オーストラリアでは C ワードは言えるし、あ、 US では絶対言えない、まあ、イギリスでもなかなか言えない、言えない、某有名な哲学者の名前に似ている C ワード、哲学者カントっていう哲学者いますいますいます、カント、はい、全然覚えてない。あ、オッケー。哲学者カントって、はい、あのイマヌエル・カントっていう、あのドイツのプロイセンの哲学者。はあ、はあ、はい、全然知らなかった。まあまあごめんなさい、うん、まあ本当文化圏によって全然あの柔らかい言葉で言うと、はい、ベレンって言葉があるんですけど、それもだいぶきついですよね。だいぶきついんだよ、きついんだけど、はい、oh, He's such a good ベレンって言うと、あいつマジで面白い、なんかしょうもないよね、仕方ないよね、あいついいやつだからって。はいね、はい、そうそうそう。英語だとダメアス、ダメアス、ダメアス、響きは似てるけど、はい、ダメアスを直訳とベレンの直訳はさ、ちょっと比べられないじゃないですかはい、ね、ほんと今日ジェニーさんいなくてよかった回かもしれないですよね。ベルエンドっていうのはこの祈祷野郎っていうことですか、はい、
ベル鳴ってる、ベル鳴ってる、ベルが鳴ってる。なんか心なしかいつもより遠慮がちに出てきた感じがしますね。そう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 、ちょっと引いてるんだろうね、ディレクターさんもね。ちょっとだからジェニーさんがいないとこうなるんでしょうね。あとダミー、 DUMM もおバカさん、あーダミー、ちょっと愛嬌は感じですね。そっか、でも今もう言えなくなった言葉もいろいろあると思う。ああ、うん、例えばね、はい、20年前とか30年前とかだったら、はい、お前ってほんと何もできないなみたいなっていう時には、今で言うともうコンプラ上面白くもない、もう差別の言葉、もうフルストップにしかなんないような言葉があったりとかするわけよ。はい、うん、例えばこれ良くないよ、これ絶対使ってほしくないんだけども、はい、You spastic とかさ、あーあ、そっか、もうUS でもスパーズって言ってました。スパーズってでも言わないでしょ、さすがにスパーズとか。そういえばもう誰も言わなくなったと思う。聞かなくなったから言わなくなった感じですね。そう、あと You Malco とかさ、あ、わかんないです。 Malcoordinated、 Oh wow、 そう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 、すごい、 You're such a Malco ってね、本当なんでそんなバカな、なんでそんなできないのって俺よく言われたりとかしたんだけども、でもそれってさ、要するに手足を自分が思うように使えない人に対してのこと言ってるわけで、でもほら歴代の歴史の文学とかさ見るとさ、平気でそういう言葉とかあるわけよ。ありますね。なんならシェイクスピアの時代からもうそれこそあのユダヤ人に対しての差別とかさ、しょっちゅうあったわけじゃん。だから俺が学校行ってる時にあのケチな人のことを「いや、such a Jew」とか言ってたわけですよ。なるほど。だから いわゆる そんなこと言えないじゃん、そんなことなんて、はいはい、でもミッキー学校行った時にそんなことなかった？いや、めちゃくちゃありましたよ。あったよね、はい、そう、お互いにすごいこと言ってました。いや、お互いとんでもないこと言ってたわけですよ。そうです、そうです、そうなんですよ。だから子供がさ、はい、心なきああいうなんか差別っていうかさ、はい、言葉を人に投げかけてしまうっていうのは自分もそうだったんだねって、うん、言葉も変わって、まあ今の方がこういいですよね、なんか少なくなって、うんうん、だから例えば、うん、俺がミッキーさんと喧嘩して「Mate, can you stop being gay?」とかさ、うん、ありましたね。えあれすごい、それって冷静に考えるととんでもないこと言ってんじゃん。そうです、そうです。ミッキー何が問題なの？っていうかミッキーゲイなのってさ、うん、いやいやいや、そう、わけわかんない、わけわかんないディスじゃないそれって本当に。でも昔だと しょっちゅうじゃんそういう会話なんて。そうです、そうです、そうです、ねね、だからこうどんどん言葉は変わっていくっていう、日本語もねいろいろそういうのはありますし、うん、はあ、ちなみにダミー、そのおバカさんみたいな、僕調べたら UK ではマペットっていう、そう、マペット、これはよく言いますね。これは比較的 OK なんじゃない、言葉としては。なるほど、マペット可愛いですね。だってマペットってあのマペット、よし、人形ってことだから、はい、うんうん、あの特にマペって確か、セサミストリートとかの生みの親の方が作ったこと、造語だったはずです。確かマペット、まあ、だから要するに人形のように何もうまくできないっていうか。なるほど、人形はだってさ動くこともできないし考えることもできないはずじゃないですか、うんうん、はいはい、なのでそっちマペット、なんか可愛いですよ。俺マペット大好きなの、うん、カーミットとかも大好きなんで、うん、なんか言われて悪い思いはしない悪口ですね、うん、ダミーとかシリーとか、ああ面白い、シリービリーって優しい、シリービリー、そう、such a silly billy って、なんか韻踏みたくなるんですよね。そう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 、もう学校で常に俺がもうシモティックなことばっか考えてて、はい、でそれでお前何のこと考えてんだってバーバーバーって言ったら、はい、先生 such a silly billy Harry get on with your work ってよく言われてましたね。ウィリーって言わないあたりが優しいですね。ああそうね、そこはウィリーになるとまたあっちの方になっちゃうんで、ベレンの方になっちゃう。そう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 、モロベルエンドじゃなくて全部全部全ベル全ベルが泣いた、全ベルが全ベル、全ベルが泣いた、やばくないどういう風に泣くのよ全ベルひどい、ひどいよ、感動の回これはもうジェニーだ、わかります。え、電話来ました、本気でベルが鳴ってるよ、びっくりした、止まりました、え、超怖いんですけど、おこれは何今の、これは何でしょう、いいですねこれ、今オンエア乗ったよね今の音、乗りましたよね多分ね、
超怖いんだけど、中に電話があるんですよこのスタジオに、はい、その電話が鳴ったって、はい、誰がかけてきたの？ワンギリ、ワンギリ怖っ。ジェニーさんさすがに怒ってんじゃないですか？怒ってんのかないい加減にしろと初めて聞きました。恐怖なんだけど、タイミングもやばくない今の？ベル・ベレンの話をして、ベレ全ベルが泣いた、物申したかったんですかじゃないですか、全ベルがいい加減にしろと、全ベル全ベルが焦った。だってこの最初の電話番号持つ人誰もいないからね。そう、僕ねえ、な、ね、何なんですか、ね、初めてかも。 J-WAVE に十何年もいるけど。本当ですか？ねえ、本当泣いちゃいましたね。今回のファンシー・イングリッシュバトルシーズン3、ミキさんどうでした？早くジェニーさん帰ってきてほしい。帰ってきた方がいいかもしれませんね本当。あ、いや、私8月1日ですね、浅草の東洋館で、午後6時から天狗連マイルその7、落語やらせていただきます。すごいね、はい、ご、師匠ももちろんね、師匠もしっかり、天狗連新新兄さん、秀良さん、がいたりとかですね。あれ、渡辺裕太さんいらっしゃるじゃないですか。はい、そうなんです、ね、同じ一緒にや、落語をやっていまして、同じ師匠のもと。はい、あ、そうなんだ。はい、一緒にやらせていただいて、秀郎さんって、まあ、元祖お姉タレントって言われて、秀郎さんととても仲が良くてですね、はいはいはい、はい、それで最初一緒にやってて、で僕秀郎さんと舞台やってて、秀郎さんのお店寄った時に、あんたもやんなさいよって言って、分かりましたっていう。秀郎さんは天狗連の名前ももちろんある、はい、天狗連シンシン、天狗連シンシン、シンシン、へでございます。そうなんです、渡辺裕太さんはですね、これ、天狗連俳優、天狗連俳優、はい、優が俳優の優が遊ぶで俳優ですね。はあ、で僕は天狗連九太郎、九太郎さんね、ポーンクルックなので鳩太郎ですよね、うん、そうなんです。そういう方で皆さん、ご興味ありましたら、私のツイッターアットマーク MKYFOR 行くと、ピン止めしているので、予約フォームとかあるので、ぜひ来てください。はい、はい、お願いいたします。ここで番組からのお知らせです。この度 UK vs US Fancy and English Battle の公式 LINE アカウントができました。イエーイ、 Finally! 番組の最新情報や収録のオフショットなど配信していきますので、ぜひ友達登録追加よろしくお願いします。 Twitter のハッシュタグSPINUKUS スピナケスでは、番組の感想やご意見、これを取り上げてほしいな、意見などなどお待ちしてます。それではまた来週、 See you soon! またねー。